演舞開演。どうも、本日はこちらセブンイレブンのおでん、卵と大根を食べたいと思います。セブンイレブンのおでんって食べるの初めてだな。どんな味なんだろう。あ、結構大きい。ではまず大根からいただきます。思ったほどじゃない気もするな。さあ、続いては卵。おでんの中で一番好きなのが卵なので楽しみですね。ではいただきます。おでんはやっぱり君が一番。大根は味染みというよりは浮いてましたが、思ったよりは味が染みてなかった気がしますね。でも卵はやっぱりあの歯ごたえと黄身の食感が大好きで、これも期待に応えてくれてとっても美味しかったです。大根はもうちょっと改良してほしいかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。